ピサのグリフィン10世紀の鹿型の噴水口ピサのグリフィンとはピサの大聖堂付属博物館に収められた神話上の動物であるグリフィンをかたどった大型のブロンズ像である中世以来イタリアのピサに置かれているがその羊はイスラム美術にある高さは1.07メートルに達し中世イスラムの金属工芸としては知られるうちで 最も大きい彫像であり、おそらく、スペインがイスラム支配の時代にあった11世紀に、アルアンダルスで作られたものである。イスラム美術において、伝統的な動物系のブロンズ像の中で、最も有名であり、最も美しく、歴史的に価値がある作品と称されている。このワシの頭のグリフィンは、馬の耳と温度の肉水、翼を備え、 おそらくライオンかあるいは他の哺乳類の胴体を持ち、足指がある。寸法は高さが107センチメートル、全長43センチメートル、幅43センチメートルである。ブロンズの鋳物であり、両翼は別に鋳造されるようで止められている。内部は大きく空洞になっている。その全身に浮き彫りの彫刻が施されており、グリフィンの胸と脇腹の周りには、 クーファ隊のアラビア語で碑文が彫られている。すなわち、持ち主に善気祝福を、筒がなき安寧を、善気喜びを、永遠の平和と万全なる健康を、幸せと幸運を。翼は様式化された羽で飾られ、胸部には半円形の鱗が重なり合い、背中は二つの輪でできた簡素な円が折り目模様の地に敷き詰められている。それぞれの足の上は、さらに凝っており、 涙を逆さにした形の装飾が重ねられ、その中でアラベスクが動物を取り巻いている。前足にはライオンが、後ろ足には鳥、おそらくはわしの姿が描かれている。ブロンズ像は内を除く三つの穴が開いており、様々な解釈を誘う付属品が置かれている。穴は口と背中と腹にあるが、腹部の穴はより大きく開いていて、中にはブロンズでできた休憩の灰があり。 腹の方に口が向けられて、同じ金属の小片と共に背中に接合されている。ピサのグリフィンは、現存する動物を模したイスラム美術のブロンズ像の中でも最も大きな作品に分類される。同じような美術品のほとんどは、もっと小ぶりで、水差しや香炉のように使うものだが、その起源は古く、イスラム前のサーサーン朝時代の器にまで遡ることができる。 中程度の大きさの作品のうち比較的小さいものにもはっきりと噴水口とわかるものがあり、グラナダのアルハンブラ宮殿で見ることのできる名高い石造りのライオンのように、おそらくもともと外を向けて円の形に並べられていた。20世紀以降にこのようなイスラム美術の動物を模したブロンズ像二つが売却されており、どちらも持ち運ぶことのできない大きさであるが、 明らかに噴水口として作られている。一つはライオン像で、時代的には比較的新しく、おそらくはシチリアのものであり、2002年にサザビーズで1546,650ポンドの値がついた。もう一つは10世紀のコルドバの美術品であるメジカを片取った像の方は、1997年にクリスティーズで3631,500ポンドで、 落札されている。さらに校舎は、コルドバのお地家とタイになると言われている。コルドバのお地家とは、ピサのグリフィンに次いで最もよく知られている作品で、枝のを描いた状態だが高さは61.6センチメートルあり、時代的には950年から1000年頃にあたる。コルドバ郊外にある巨大な宮殿であり、都市でもあったマディーナ・アッザフラーの遺跡から発見されたもので、 コルドバの県立考古学博物館に収められている。バンは見つかっていないが、マディーナ・アッザフラーのメジカをかたどった噴水口はもう一つあり、マドリードの国立考古学博物館に収蔵されている。マディーナ・アッザフラー宮殿残った作りの噴出口が失礼られた大理石のため池。その一つを囲むのは、口から水を吐き出す動物をかたどった12の黄金の 像であるとは17世紀、トレムセン出身の歴史家、マッカリーの言葉である。その他の比較的小さな作品20世紀か11世紀のカッセルのライオンやルーブルにあるモンソンのライオンが知られている。そしてこのグリフィンの像も泉のそばに置かれ、やはり口から水を吹き出すものだったのではないかという考えられてきた。しかしその内部構造を手がかりにして、 この像やもっと小さいライオン像は、実は、口から音を出すように設計されているというより、新しい説も唱えられている。つまり、イスラム宮廷で喜ばれていたことで知られる一種の、からくり仕掛けの玩具のようなものだったという、考え方である。このグリフィンが作られた場所についても長い議論が、戦わされており、あるアンダルース、エジプト、シチリア、北。 アフリカなどがその候補地として語られてきた。この議論ではしばしば同じ場所で作られたと考えられる何らかのブロンズ像のグループがその話題の中心となっている。アンダルースが最も有力だが南イタリアつまりシチリア島の可能性も高く逆にエジプトはこの論争からほとんど脱落している状態にある。ロバート・ヒレンブラントが示唆するところでは グリフィンをはじめとした動物像が持つ幻想的な性格は神話的な獣であれば動物を生き写しにかたどる時とは違ってその姿が崇拝の対象とはみなされにくいという考え方に影響を受けたものである。どのようなものであっても動物の描写は厳密に解釈したイスラムの教えには背くものであり三次元でしかも大型であったならば 偶像崇拝への接近を非難されていた可能性が高いし、実際にイスラム美術においては稀なことである。エルミタージュ美術館にある親子の牛にライオンが襲いかかる場面を切り取った水差しは作られた後に動物の喉のところが刻まれて深い溝が入っているが、おそらくこれは動物たちが死んでいることを明確にするためのものである。またオレグ・グラバールによれば、 像に彫られた装飾が、ビサンチン美術の金や銀に施された像眼と、エナメルを、より安価な聖堂に翻訳したものである可能性がある。グリフィンの背中や他の作品にある円形の模様は、織物の図柄に由来するものである。ピサ大聖堂のアプスの上に置かれたレプリカのグリフィン。左手には、洗礼堂が、右手には、斜ーが見えるグリフィンは一般に11世紀の、 後半から12世紀の初めにピサに伝わったと考えられている。この時代、海洋国家として栄えていたピサ共和国がスータの戦争で勝ち取った戦利品の一つ、つまり当時のイスラム諸国に対して仕掛けた戦争で得たものであろう。1087年にはズイール町の首都マーリア、現代のチュニジアで勝利を収めており、ここから伝わった可能性、このグリフィンは ピサ大聖堂の東端にあるアプスの上の霧妻から伸びる円柱の頂点にある段に置かれ、おそらくは1064年に始まった建設の時から聖堂の一部であった。ここは非常に名誉ある場所だったが、それは間近で見ることはできないということでもあった。そしてイスラム教起源であるということは世紀をまたぐことに忘れられていった。 この地で語られている後世の言い伝えによれば、その由来は様々である。ローマ時代のものであるとか、この地で中世に作られたものであるとか、1115年に始まる戦争の獲得品であるとか、聖堂が建設される時に掘り起こされて、発見されたという奇跡のような逸話まであった。 いずれにせよこの時代のヨーロッパで作られた聖堂の鋳物は大型のアーライライバンや両開きの扉に特化しており、グリフィン像と同じ博物館にもレリーフのついた見事なロマネスク様式の扉が収められている。1828年にグリフィンは取り外され、大聖堂博物館に収められた。その後もとあった場所には複製品が置かれている。像を間近で見れば、 クーフィー一体の碑文がイスラム教起源であることを明かしてくれるが、1861年に出版されたマレーによるイタリアのハンドブックには、こんな空想が巡らされている。アラブ人によるものであっても、イスラム教によるものでないことは、はっきりしている。最もあり得るのはドゥルーズ派の空想かゴフ、つまりはコーランの教えを今も、密かに拒んでいる部族のものであろう。 とまで制作された場所や年代に関する議論は、現代にまで及んでいる。ピサでは、このグリフィンは戦勝記念品である一級品のブロンズ像と並んで市街の中心部で展示されている。その扱いは、ベネツィアの広場のサンマルコの馬や、円柱のライオンにも引けを取らない。ピサの斜塔がそびえ、背後には、洗礼堂が見えるように、 ピサのミラコリ広場において、イタリアでおそらくは最も名高いロマネスク建築が集う場の一角を占めている。その後ピサのグリフィンは、1989年にベルリン、1992年にグラナダとニューヨーク、2012年にユタ州プロボをめぐって展覧会が開かれており、ピサのグリフィンとそれに関連した金属在庫と物質文化についての学際的プロジェクトが、 オックスフォード大学、ピサ大学、ドゥオーモ付属美術館、ローマの保存修復研究所の協力のもと、進められている。ありがとうございます。